衆院選、自民、公明は、半数割れ、読売、日テレが、世論調査をしました。この後の政権は、野党政権交代の声が、大きく、自公政権の延命と並びます。維新や、国民民主が、自民党政権に加るべきではない、が、多数でした。さて、立憲民主の野田代表の会見、聞きましょう。民意は自公政権に対してノーという国民の意思表示でございましたので、その結果が自公の過半数割れということになりました。それを踏まえてですね、やっぱり政権を変えていく大きなチャンスでもありますので、ぜひご協力をお願いをしたいと、首班指名選挙では私野田とぜひお願いをしますと、1回目の投票ではいろいろあるかもしれませんが、ぜひ2回目の決選投票ではという、もう端的にストレートにお願いをさせていただきました。で、なんといっても忘れちゃいけないのは、まあ、今なんか経済の話が急に部分連合の焦点になっているようでありますけれども、今回の国民の民意が自公政権に対するノーというのは政治と金をめぐる問題であったというふうに思います。それを忘れてはならないと思いますので、一緒に本気の政治改革ができるということ、本気の政治改革をやるということ、加えて、基本政策の違い等とおっしゃる向きもありますが、特別国会の前にね、そこまで詰めることは困難なので、むしろ一致点を見出して、その中でもちろん大前提は本気の政治改革であります。で、加えて、例えば教育の無償化とか、などいくつかの選択的夫婦別姓とかですね、いくつかの項目を一緒に実現をするという関係を作っていきたいという私の希望を申し上げさせていただいた上で、ご検討いただくようにということであります。ご回答については今日明確に求めたわけではありません。玉木雄一郎です。僕は自民党のアクセル役と思っています。自民党の宏池会の新派です。手取り問題だけじゃなくて、政治改革も自民党と公明党と優先的に取り組むことを確認しているんです。